さあ、というわけでございまして、今日は BMW53E N スポーツ行ってみましょう。はい、というわけで外観からいきましょうと、まずね、大きさは、ご覧の通り、まあ、5メートルは切るんだけども、まあまあやっぱりでかいですよね。でね、やっぱりね、こう大人のセダンっていう感じがしますよね。ほんでね、これ、まあ、プラグインハイブリッドなんだけど、エンジンは2リットル直4で184馬力の300ニュートンと。でね、モーターが109馬力で265ニュートンやから結構パワフルなんですよね。でシステムトータルが292馬力で420ニュートンということで、まあ、結構なハイパワーです。まあね、落ち着いたセダンではあるんだけども、まあそんな中にもね、ちょっとこう BMW っぽいちょっとやんちゃな感じもね、あったりして、なかなかね、いい雰囲気だと思いますけどね。で、豚鼻もね、そんな大きくないんですよね。でね、ここね、グリルシャッターっていうんですか、温度が熱くなると開くいうね、やつがついてて、開いたとこ見たことないですけどね。で、フロントグリルは網やみになっていますと。でね、ここね、ちゃんとね、空気が通るようになってるんですよね。本当に空気穴がちゃんとあって、まあ、細かいとこ配慮行き届いてて、ほんでね、こうサイドギルのところもね、これ実は、ね、ダミー飾りじゃなくてちゃんとね、空気通るようになってるんですよね。こっちからカメラで 見えませんけど、はい、ね、タイヤは19インチですよね。550とか20インチなんですけどね、まあ19インチと。ほんでね、これガソリンの給油口、給油口があるんですけどね、これね、開かないんですよ。中のボタン押さないと開かないね。普通開くじゃないですか、ガソリンスタンドで入れる時とかもね。それちょっと不便かもしれないけどね、うん、で左の前には、充電のところがあって、これはね、開くんですよ。これはプッと開くんですよね。はい、でね、プラグインハイブリッドなので、リチウムイオンバッテリー積んでるんですけども、まあ、それがね、だいたいこの後部座席の下ぐらいかなに積まれてるらしいですわ。で、まあ、そのせいもあって、このガソリンのタンクが割とちょっと後ろの方に行ってるみたいで、そのせいかな、トランクがね、ちょっと小さいんですよ。普通の5シリーズはね、530リットルなんだけども、これ410リットルなんですよね。この高さがちょっと幅が狭いっていうかね。はい、まあね、大人のセダンという感じでね、ほんと渋いですわ。これは私みたいなね、落ち着きのない二次元オタクはちょっとなかなか敷居が高いと、ああちょっとプレート外れてるぞこれ。はい、そしたらね、乗り込んでみましょう。はい、なかなかね、質感がいい上品な感じですね。でね、シートのレザーが本当にこう高級な感じが、してますけどね。はい、乗り込んでみましたけど、ドアのところね、ここもまあもちろんレザーで、ここね、ステッチが効いていて、もうすごくね、もう上品なんですよ。で、こういうね、何これ、大理石状の石みたいなパネルがついてて、ますます高級感が醸し出されていますけどね。で、シートポジションは、2つ設定できます。ここにね、なんか物入れみたいなのがあるんですよ。何入れんのかなこれ。まあね、本当にこうレザーがね、高級感があってね、もうほんと良しですよね。はいはい、こんな感じですよね。ほんでね、アンビエントライトがね、こういう風にずーっとね来てるんですよね。で、この下のラインにもアンビエントライトが多分あるはずなんですよね。これ夜は多分ね、このアンビエントライトすごいね、綺麗だと思うんですよね。はい、ちょっと暑いんでね、まあ、エンジンつけてみましょうかね。エンジンつけてみると、めっちゃ静かなんですよ。なんか、ブーンいう、なんか、ブーストみたいな音して、なんかヒーローもんの変身の時みたいな音しましたけども、めっちゃ静かですよね。モニターはね、これまだね、1枚もんになる前の、現行モデルなんです。次新しいの出ますけどね、新しいのはここ全部ね、1枚もんになると思うんですけど、モニターがあって、まあ、タッチパネルですよね、こんな風に、変わっていきますと。ほんでエアコンはここですよね。まあ、温度調整があって、これメニュー、あ、メニューを押すとここでなんかいろいろ出てくるんやね。でここでまあ調整してくださいということですね。はい、シートヒーターついてますね、こうやって。
はい、それでね、こうモードなんですけども、スポーツとハイブリッドとエレクトリックがあります。はい、今日はね、530E ということで、プラグインハイブリッドなんですよね。はい、ほんでプラグインハイブリッドはマイルドハイブリッドと違ってモーターだけで動くんですよね。充電されてればエレクトリックモードにしてれば、モーターだけで動きますよと。ほんでね、これね、電気だけで最高時速が110キロとすごいよね。ほんで電気だけで、50何キロ走りますよってカタログに書いてますけども、多分実際は30キロぐらいちゃうかなと思ってるんですけどね。ほんでこれね、燃費見てみると 12.8 なんですよね。実際に 523i っていうガソリン車ね、ガソリン車13なんですよね。で 523d っていうディーゼル、15なんですよね。だからそれよりもちょっと悪いんやけど、まあただだからモーターだけでも走るから使うガソリンの量が絶対的に少なくて節約になってるいうことなんですかね。まあ、ハイブリッドはそのままのハイブリッドやね。ハイブリッドすると、こんな感じね、バランスの取れたハイブリッドで、エコプロ、その中でもエコプロがあってより燃費が良くなるいうことですかね。はい、でスポーツモードこんな感じ、スタンダードとそれからね、エクストラブーストっていうのがあるんですよね。でこのエクストラブーストでかなりねパワーアップして、0100が 5.9 で、このエクストラブーストってね、こう名前がいいよね。なんかヒーローものの技みたいな、エクストラブースト、マジンガー Z のブレストファイヤーみたいなね。ここでね、こうインディビジュアル設定するとね、これまあダンパーとかステアリング、エンジン、トランスミッションとかね、この辺りが全部スポーツとかコンフォートに変えれますということやね。で車内は、スポーティーなシートボルスター、エレクトリックモードはこれはもうモーターだけで走りますよということです。インディビジュアル設定では、あ、こういうねシートとかエアコンとかをエコモードにするとか選べるわけですよね。さあ、でね、もう一つね、ここに充電マークがあってね、こうバッテリーコントロール言うんですよね。でこう目標値が設定できるのはね、何十パーセントを維持しますみたいなことやね。はい、ちょっとここでね、PHEV のバッテリーについてちょっとね、説明しておくとね、だから走ってると、まあ、回生ブレーキとかで、モーターは充電されていくんだけど、まあ、実際にはね、走ってると絶対に、充電は減ってきます。ストップ&ゴーとか、バッとアクセル踏んだり離したりとかね、まあ、そういう挙動で、バッテリーってだいぶ減っちゃうので、街中の方が減り方は多いですね。まあ、実際ね、私もね、これ車借りた時に、バッテリーだけで30キロ走れるいう表示が出てたんですけども、もうね、30、40分走ったら、ほぼそれゼロになりましたからね。うん、だからそれは私の運転がちょっとこう、まあ、激しくて下手くそなんだろうと思いますけども、そこでそのバッテリーコントロールっていうモードがあって、これで 50% とか設定しておくと、まあ、それ以上は減らない。もうその危なくなると、どっちかというとガソリンがガンガン入ってきてね、バッテリーを節電してくれるいうようなイメージです。まあ、だからね、走るだけでバッテリーをなんとかしようっていうのはもう無理で、やっぱり毎日ちゃんと充電をしといた方がええよということなんですよね。はい、ほんでここはこれですよね、駐車支援っていうかね、パーキングアシストとかで、ね、これ知らんかったんやけど、これ今来た道 50m ぐらいそのまま自動で下がりますよいうことらしいね。狭い道で車同士がこう鉢合わせした時に、片っぽが下がる時にこれ使ってゆーっと 50m 下がったらええみたいなことをディーラーは言ってましたけども、皆さん使ったことあります？ほんでね、これね、ヘッドアップディスプレイがね、ついてるんですけども、このね、スピードね、制限速度超えたら、なんか赤く点灯するんですよ。ちょっとこんな風にね。ぶっちゃけもう大きなお商品いうことなんですけどね。さあ、後ろに乗り込んでみましたけども、アンビエントライトがね、やっぱりこう綺麗ですよね。全然もう拳も100個ぐらい入るぐらいから、もう全然大丈夫ですよね。実はね、これ新型の 530E が11月過ぎぐらいに、ね、出るんですよね。でモーターがパワーアップしてて、この新型の 530E はね、モーターだけでも時速140キロ出て、でモーターだけで走る距離もなんか150メートルぐらいに伸びとんですよ。でしかもね、ちょっとここ出しておきますけど、なんか内装がね、すごい近未来的で、ほんでね、ハンドルがね、台形ハンドルっていうんですか、僕これ大好きなんですわ。もうああいう風にちょっと近未来的になっててね、でまあトグルスイッチで、Iモードもなんかクリスタルみたいになっててね。でしかもですよ、もう一つ 550E X ドライブっていうのは、これね、3リットルの直六で、システムトータルがね、489馬力700ニュートンというね、で0100が 4.3 秒というね、もう恐ろしいパワーを出していると。これものすごい高いと思いますけどね、僕ら買えないみたいな値段ちゃうかな、もうなんか海賊王とか石油王が買うようなね。